絶対できないと思います。給食の面だけはどうにもならない。で、給食の面の機械はあんなに大きい機械なので、とっても主人がいなかったらできない。分量もどのぐらい入れてるのかもわからない。見てても全然わからない。でもしもうちの人が何かあった時、もしも何かで怪我をした時、給食の面は作れないと思ってるのね。それが一番の心配、不安です。これが粉じゃん、うんうん、で、そんでこれが麺、うん、これを並べると全部その工程順になるっていう。あ、少しずつだけど。